鳥居おほ神社は、静岡県静岡市清水区三保にある神社。式内社、駿河国造宮で、旧社格は、剣社。三保の松原の、羽衣の松に関係する神社として知られる。三保の字は、おほのほか、ごろ、三保、三保にも作る。神社境内と参道は、世界文化遺産、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の、構成資産の一つ。 三保の松原の範囲に含まれる。祭神は次の二柱。演技式新名帳では、祭神は一座。また、駿河雑誌では、おほつびこ、おほつ姫の二柱とする。三保半島周辺の空中写真1983年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。画像中央右側一角が、 おほ神社境内にあたり、境内から海岸の三保の松原まで松並木が伸びる。双剣は不詳。駿河雑誌では、日本穂高が直により、官兵を奉仕車両を寄進したとも、出雲国の御穂先から潜座した神であるとも伝えるが、明らかではない。三保の松原には、羽衣の松があり、羽衣の松からおほ神社社島までは、松並木が続くが、この並木道は、 羽衣の松をよりしとして降臨した神が、おほ神社に至るための道とされ、神の道と称される。現在でも筒賀ゆしん寺では海岸において神迎えの儀式が行われるが、その際に、神の寄りついたヒもろぎは、松並家を通って境内にもたらされる。これらから、おほ神社の祭祀は、海の彼方の常世国から神を迎える常世信仰にあると考えられている。 国史では神明を、頃神として、上元7年に十五位下から十五位上へ、後、元領3年に、聖五位下へ神海が少女されたという記事が見える。延長5年成立の演劇式神明帳では、駿河国元軍に、お宝神社と記載され、式内者に列している。漢文年間頃の儀書とされる、駿河国風土記では、日本保高宝直とも漢平、試験経伝500世、 ため、国行き三宮と記載されていることから、当社は、駿河国において、富士山本宮浅間大社、豊か関神社に次ぐ三宮の地位にあったと推測されている。ただし、同期で、そのように記す根拠は、明らかとなっていない。中世の資料としては、文法三年の飯室の神社像の輪口がある。この輪口では、三保大明神と見え、 か主の沖流し女から侵入されたという。また、大安三年には、新木の伐採禁止と違反者捜索が、伊達慶州に命じられているほか、工事三年には、山品時継が、今川義元の勧めで、三浦の大名人と記される当社に参詣し、ネギの大田氏に礼を使わしている。天正五年には、大滝三郎が、三保のか主職に部任 大明神国面松原浦等が安堵された。近世には徳川家康から主因地として美保、織と別府三河村の106国が与えられ、社殿も整備されたが、漢文8年に火災で消防したという。明治維新後、明治6年に近代社格制度において校舎に列し、明治31年に県社に昇格した。本殿社殿は徳川家康によって整備されたが、 半分八年に火災で消防したといい、その後江戸時代中期に仮宮として建てられたものが現在まで続いている。現在の本殿は入茂屋造りで静岡市指定文化財に指定されている。社頭からは神の道と称される樹齢三百年から四百年ほどの松並木が五百二十メートルほど続き、松並木が耐える三保の松原において用局、羽衣で知られる。 羽衣の松が立つ。羽衣の松は古により交代を繰り返しているが、現所の松は波軌道の延長線上にあったと推測される。小安神社霊祭11月1日に行われる、1年間に行われる祭事のうちで最も重要な祭り。祭事では湯だけの神事を行うほか、舞のにおいて、羽衣の舞と称される御子舞が奉納される。なお、 この羽衣の舞は秋の祭りでも奉納される。筒がゆさい、筒かゆさい。2月14日夜から15日にかけて行われる豊作祈願の祭り。祭事としては、まず拝殿前に大釜を据えて、城を煮る準備をする。そして夜半に海岸で神迎えの缶座を設け、かがり火を一切用いない中で、のり塗装場により神迎えの儀式を行う。迎えられた神は、 ひもろぎに宿り、神職はそのひもろぎを持って、松並家を通り神社境内に至る。その後、社前の大釜で粥を煮て、竹筒を入れ、筒の中に入った粥の量でその年の作柄の、占いを行う。所在地交通アクセス。ありがとうございます。